おはようございます。釣り子 TV です。見てください、いっぱい持ってきちゃいました。千葉県の亀山ダムに来ております。明日ね、釣りの大会があるっていうことで、そのプラクティス、ね、練習に来てみました。30センチのねキーパーっていうルールがあるので、30センチ前後の魚がね釣れる釣り方を見つけてね行きたいなということで、1日回ってます。で、早速なんですけど、どんなタックルを持ってきたかね、ベイトからスピニングまでたくさん。まずね、こんな感じで、これね、フリーウィックのリンクスと、小森さんのメッツディオスね、まあ、ここら辺がライトリグで使いたいなというところで、まあ、ノラネズミとかノーシンカーとかね、でそろそろスモラバが効くんじゃないかなということで、スモラバ使うときはねこういう感じでデュナミスの、ね、オールソリッドの竿、これを使うことが多いなということで持ってきました。あとね、強めの釣りやるとき用に自分で作ったベイトとか、これまだリールつけてないんですけども、ロデオクラフトのホワイトブルーク、ジグストをやるときはね結構この竿、ファンタジスタのレジスタのね、H の竿ね、なんでもござれのロデオクラフト8ポンドね、これね牛久のまんまリグも変えてないかな、があったりして、あとさらにスピニングは2本、ここら辺をね細かくどれ使うかね選べたらいいなーなんていうね、リールついてないけどちょっといろいろ付け替えて具合のいいタックルを目指します。あとね、これがベルサートっていう竿ですね、67ML っていうことで、ちょっと柔らかめのね、竿に、で大体リールはねグラビアス内物中心になるかなっていうことで、今のところ全部グラビアスですね。巻物も使うようだったらシマノのリールとか混ぜていこうかな、まあ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 、そこら辺をねタックルセッティングしながらね、いろいろやっていきたいと思います。じゃあ行ってきます。釣れましたよ。久しぶりの亀山バス。はーい、久しぶりにね亀山バス釣れました。スモラバに山ミミズのですね、ギルカラーですね、この組み合わせで釣れましたよ。いい感じですね。サイズは30あるかな、どうかな、イエイ。はい、山ミミズフィッシュはね、キープありますね、35ぐらい、イエス、ありがとうございます。
というわけで帰ってきました。久しぶりにね、千葉県の亀山ダムに行ってきて、ほんと久しぶりだったんで、どうやって魚釣ろうかなね、まずね、釣れてくれたのがこんな感じのタックルなんですよね。デュナミスね、ジャクソンのね、デュナミスっていう、これね、フルソリッドの竿なんですけども、非常にね、魚かけてからバレないし、あとはね、スモラバとかを投げるときにね、非常に投げやすいっていうのがあって、ちょっとね、古めの竿なんですけども、今でもね、欠かさず、使っているっていうことで、 DSCS510UL の AS っていうモデルなんですけども、まあ、もうちょっと柔らかいやつもあるんですけど、スモラバの場合はね、これね、ちょっと張りがある感じの調子なんですが、具合よく使えております。で、ね、リールのところ、これね、コンプレックスのね、新しいやつなんです。ちょっと前に出たやつなんですけども、これね、買ってからあんまり使っていなかったなっていうことで、今回ね、新しく糸をね、フロロカーボンの、3.5 ポンドだったかな、入れて持っていったんですけど、ほんとね、軽いね、ルアー投げ続けてもね、トラブルが起きないっていうことで、改めてね、この新型のコンプレックス、もう軽いしね、いいなーっていうね、ドラグのね、効き具合もね、すごいお気に入りの感じで、快適にね、今回ね、2日間、投げ続けたんですけども、ほぼね、もうね、トラブルゼロでね、釣り切ることができたんで、これもね、大活躍してくれたなっていうことで、他のね、ちょっとね、古いリール使ったらね、糸がもう古くなってたのかなってのもあるんだけど、結構ね、トラブルに悩まされて、で、結局トラブらないね、このね、セッティングで、ほぼね、釣っていた。ね、数も一番釣ったかなっていうことで、はい。でね、肝心のルアーのところなんですけども、こんな感じ。これ 0.9 グラムかな、軽めのね、スモラバエグジグにトレーラーがね、こんな感じで、ゲイリー山本のですね、ヤマミミズですね、これをこういう感じでワッキー掛けにしてね、使うのが好きで、最近ね、このね、やり方にハマってるんですけども、まあ、数自体はね、一番釣れたかなっていうことで、で、0.9 グラムにさらにこうやってワッキーにね、かけることによってね、非常にね、ゆっくりね、沈んでいくんですよね。これによって、水面直下をなんかこうね、ふわ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 ね、誘い続けることができるっていうことで、お気に入りのセッティングなんですね。こんな感じのね、やつで釣っていて、でね、だいぶね、ギルの姿なんかもよく見えたんで、こういう感じのね、ヤマミミズね、これね、実際使ってたやつなんですけども、こういうね、青ラメの入ったね、ブルーギル系のカラーね、これをね、トレーラーにして、で、スモラバのところはね、こんな感じの色で合わせてね、なんかね、小さいね、ギルがフワ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 ね、泳いでるよっていうね、そんな感じのイメージでね、色を合わせてみたところ、幸先よくね、ヒットしてくれたっていうことで、ちょっとね、ネコリグなんかでね、使うっていうのもね、好きなんですけども、もちろんあとダウンショットなんかもいいんですけども、スモーラーバーのトレーラーにワッキー出し、これによって、ちょっとね、ゆっくりふわーっとしたね、感じの演出をするね、こんな使い方が、非常に効く時があるんで、今回ね、まあ、サイズはね、あんまり大きいの釣れなかったんですけど、ほとんどね、今ご紹介したセッティングで釣れたので、まあ、亀山ダムでもうせっかくね、行ったのに、坊主食らいたくないなーなんていう時はね、こんな感じのカラーの山ミミズを持っていくと、一つ間違いないかなーなんていう風に思いまして、動画に、まとめてみました。この後ね、さらに練習してまたね、いろいろなパターンで釣れたので、そちらの方もね、タイミングで動画にまとめていこうと思いますが、まずは何にしても久しぶりのブラックバスっていうことで、山ミミズでね、まあ30センチ以上の、
コンスタントに釣れる釣り方を探そうっていうね、こういう感じだったんで、非常に効いてくれましたよっていうことで、ね、週末の亀山ダム行くときは山の水ね、必見ですよ。はい。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら。ゲイリー山本のですね、ヤマメミズね、これのこういう感じのブルーギルっぽいカラーね、これで、幸先よくですね、1匹目のバスが釣れてるって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。